いいね。いいね。ああ、yeah, for you。うおぉぉぉすごっ。あ、これはレイです。うん、これは僕です。で、今日は福丸のね、成長日記。ここに写ってごらん。ここねね、福丸さん、あ、写った。あー、レンズ触っちゃいけないね。福丸成長日記、イエーイ。福丸さん、福丸はカメラがまだ全然意味が分かってないです。ちょっとまだね、カメラをね、慣れ親しんでないので、ちょっと好きにさせてもいいんじゃないのかなと思いますけど、うん、はい、本日は今日はちょっと自分が主役じゃないということで、すごい機嫌悪いです。じゃあまず何があるかな。まず福丸は最近なんと、うん、パパって言えるようになりました。ね、パパって言えるんだよね。ちょっとパパって言ってみて。ベベ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 ベパパ、パパ、パパ。あ、やべ。福丸成長日記がうまく進みませんけれども、最近の成長は、まずパパって言うようになったってこと。それはかなりでかい。パパ、イエーイ、すごい、すごい。こんな感じで、うん、ママって言ってって言ったら、あって怒るぐらい、もうなんかもう、ね、ママっていう存在は分かってんだけど、言うのはもうパパっていう言いたいみたいな感じなんだよね。ちょっと泣きすぎじゃない？で、福丸はすごい、もうなんか一回機嫌悪くなるとなかなか治らないっていう、こう結構こだわり、貫きたい気持ちが強いから、うん、ポンスは結構ごまかせてたんだけど、あー確かに、そう、はい、これこれこれとか言ってたら、あっとか言って、なんかそれで落ち着いてごまかせるみたいな感じだったけど、福丸は何でですね、まあ一個パパって言えるようになったっていうところと、うん、あともう一個ポンスにはない特性があって、うん、ママへの独占欲。これはやばい。あ、でそっちで、その嫉妬の VTR ありますよね。あ、じゃあ V フリーお願いします。VTR どうぞ。どうぞ。あ、あいつ。パパ。パパ。やばくない？もうめっちゃさ、恐竜もなんかもう、はいはいはい、でもママとは呼んでくれないんだよね。そう、俺パパが先だったんだね。ね、パパが先だったんだよ。かわいいね。行ってみて、これ誰？これ誰？でもママの方がね、ベタベタくっついてるけどね、基本的には。抱っことかはママじゃないと嫌なんだけど、抱っことかはママじゃないと嫌だけど、名前を呼ぶのはパパがいいんだよね。そして兄弟はすごい仲良しです。はい、こんなに仲良し、うん、ベチャベチャにくっついてるよね。ベタベタいつもね、くっついて、うん、戦うとか喧嘩はあんまりなくて、うん、ベチャベチャにくっついてるタイプの仲がいいと。
モンスがね、すごい優しいんだよね。なんだろうね、怒らない。私がもしプクマルに、ほら、ダメでしょとか言って言ったら守るんだよね、モンスがね。赤ちゃんだから仕方ないんだよっていうね。そういう言い方はやめてナイスお兄ちゃん。怒られるっていう、全力でお兄ちゃんを遂行するって感じですね。呪術廻戦のあいつみたいに。まあでも俺は結構パパのサブリミナル効果はやってたの。嘘、パパって、うん、ところどころ聞かせた結果、うん、パパすごいもん。だってやっぱりスマルトウークの時間が多かったし、その成果が出て、うん、パパって先に言ってくれたのかなって思います。ね、ありがとう。よかったね。ねえねえねえ、これ誰これ誰。あと何でしょうか。あと、まあ、その、こうやってギューってやったりするとめっちゃ怒るっていう。あ、これはもうポンスになかったじゃん。嫉妬、独占欲。そう、これはもう、めちゃめちゃ怒るね。なんか他のキッズと会う機会があったじゃん。あ、そうだね。その時に他の子供が、あーちゃんにウェーってやってるのを見て、それでも怒ると。そう、なんかあの友達の子供が3歳ぐらいの男の子で、こう遊びに来て、遊びに来てっていうか私の膝に座りたいって言ってここに来たんだけど、そしたらもうクマルがめっちゃ睨んで、その子こうやって無言で突き飛ばすのやめてオッケー、いいよ、いいと思うよ、そういう部分も。まあね、もう基本的にもうクマルはあのすごいもう自分のやりたいがもう強い。もう今これやりたい、そしたら何も聞けない。あと、まあ、パワータイプだね。彼がパワータイプで、彼はなんだろう、テクニックタイプみたいな。うん、まあ思考タイプ。あとは徳丸はね、ポーズのことが大好きなんですよ。そう、確かに。で、うん、福丸の大事なお兄ちゃん、うん、ポンスは。はいはい。で、福丸はポンスのことが大好き。ポンスはどうですか。ポンスはまあ、そう、彼を笑わせようと思ってもね、あんまり笑ってくれなくて、ポンスのやつに一番爆笑するんですよ、うん、お兄ちゃんギャグが一番面白いと、うん。喧嘩も何も別にしないし、取り合いとかもないですね。全力でお兄ちゃんを遂行するモードだね、これが。まあ特性として、あと電車が好き。車よりも何よりも街で遠くの方にズドンズドンって電車が通ると、で、そっちの方に向かう。喜び方が結構可愛いよね。言葉は本当に全然ね、あんま出ないですね。で、いっぱい彼なりにね、かなりこう説明するときはあるんだけど、ピッポって、あ、もう一個あるよ。ピッポって言ってます、うん、あ、VTR は、あ、まだない、まだ VTR の時ない。あ、ありがとう。あと赤ちゃんアクション各種はもうマスターしたかな。赤ちゃんアクション各種って何。あのアクション、赤ちゃんのテンプレートでやれるやつ。ああ、そうね。こういう、こういうやつと、おいしいとか、あの、これやつと、タッチとかね。あ、いや、これとか、バンザイとか、ギューとか。じゃあ、パチパチの VTR は、あ、いやだだ、いや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 、え、うわぷくまるは、もう怒ってると思う。なんだなんだなんだ、逃走中。ぷくまるはね、あとね、怒られると、怒られてるなっていうのが分かると笑うっていう、ちょっと、やんちゃ小僧ぶりがあるね。え、一人で、兄ちゃんが弟だったから、一人で夢中で遊ぶパターン結構あるよね、彼。ぷくまる。そうだね、あとやっぱ、ブンバも。最近ブンバボンを取得したんですよ。ブンバボンボンボブンバボンボンボブンバボンボンボボン。はっ！耳を澄ませば地球の音がどん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 聞こえる。違うよ。はい、一個。ビヨヨン。心弾ませ。
面白いことを探しに行こうよ。ブンババ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 バからのブンバボーン、てるる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 で、で、やりたいの、やりたくなっちゃった。やっちゃおっか、じゃあ。いってください、どうぞ。うん、はぁ、はぁ、耳を澄ませば、地球の音がどん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 。心弾ませ、探しに行こうよ。なんでやんないの？ちょっとどいて。踊るかどうかは結構ランダムだね。はい、ランダムね。はい、もっと見たいと。どれがいいか教えて。じゃあもう終わらせてください。そうだね。はい、ということで福丸のね、最近の成長はこんな感じだよっていうプテウ紹介でございました。はい、ご視聴いただきありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。